横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはベイスターズ立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは森本、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略する。走ってきた。ここは3球目は何で来るか。インサイド落ちました。西さん、今の盗塁どうだったんでしょう？そうですね、結果論ですが、いいバッター。打ちました。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。打った、ライトに大きな打球。ジャイアンツ、引っ張った。打席には山田が入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。もう1回インローに持ってきました。まあ、ピッチャーからすれば今のは振らせたいボールですね。ここは3球目打ちました。ジャイアン、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。そうですね、打ちました。バッターは7番柳田。ジャイアンツ、この回2点を入れています。さあ、先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあ、ここもつないでいけるか。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ。いや、さて、この菊池どういうバッターなんでしょうか？まあ、パワーとテクニック。打ちました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドには源田が打席に入ります。点差を詰めるには先頭バッターの出塁も重要になってきます。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。打ちました。バッターは2番に入っているブラッグス。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。ストレートのフォアボールになりました。初球わずかに外れてボール。これが2球目。いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。インコースファウル。4番ビシエド。まあ、ジャイアンツとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。まずは慎重にアウトコースへ外してきます。中へ決まって、これはストライク。またインハイ。いいボールがいきましたね。厳しいところに決まりました。ストライクです。インサイド落ちました。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白